ロ君がミッションを検索してくれてるから、次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば、私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけど、まだ回答がなくて。この間に次のブレイクミッションの舞台、ガンダムバルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自立型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏、 PD ポストディザスター300年代のお話。というわけで今回のミッションは、鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表賄い東之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど。元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所は？エドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは、武装した鉄火団やまかないさんを町に入れたくない。裏で対抗馬とつながっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？私たちの位置は、団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたって、それなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガにかけてるよ、最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとな、ミカ。頼んだぜ、みんな。バカだ！よーし、ここは鉄火団として頑張ろうね、小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。私たち以外の鉄火団員が確認できないんだよ。え？じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ？そうなるね。もう何が起こるかわからない。ブレイク現象確認。これって CO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。小隊長さん、全滅させて。ここでリムーブしなきゃ。ここで全部終わらせる。ガンダムバルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。ユノ、何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは？何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象で技術がずれてる。ガンダムじゃ俺には勝てない。惜しいな。ふっ、せりゃ。プロは出席か、不覚席か。
るやつは全部敵だ。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にノビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、これはガンダムエピオン。アスターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。こんな時に。しかも乗ってるのは黄色ユイ君じゃない。ライトニングカウント、6番目の男、ゼクスマークと宇宙特化だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出す。システムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う。この申し出を受けざるを得ない。ガンダムのパイロットとして。だからいいってそういうの、どうせあんたは消えるんだしさ。私の命の見積もりが甘かったことを証明し、ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾のオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者に直結する荒屋敷システム。この辺りのデータが混線し合ってるのかな。このものがどうしてガンダムです。ガンダムだからこそなの。ガンダム、私の挑戦を受けてくれるな。イライラする。行け。その目で見るのだ、戦いはいかに汚く卑劣であるかを。そこ、押し通る。そこだ。押しろ。行くぞ。うらさせ。遅いな。まだ動く。全力で戦う。寄せてもらう。直撃させる。かわせるか。遅い。敵はとんでもない怪物を送ってきたものだ。行け。これはどうだ。遅いな。再生。全力で戦わせてもらう。まだだ。戦争とは非常に危険。直撃だ。決める。まだね。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは。バトラー、三日月くん。さくら、ブレイク修正ってこれでいいの。残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロナがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さん、お疲れ様。とにかく一回イディオンステーブルに戻ろう。
ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。了解だよ、ハロ君。DO にガンダムエピオンとくれば AC、アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？エドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど、以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ、オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。